アスタに魔力がないのはリチタの体質によるものではなく人為的なものだったのではないのかっていうふうに思うわけなんですよね。どうも皆さん、チャオ、モカです。ということで今回はアスタに魔力がない理由についてお話をしていきたいなと思います。まあ、これに関してはね、やはりかなり重要になってくるポイントだと思うわけなんですよね。まあ、もちろんずっと魔力が使えない状態で進んでいくっていう可能性もあるし、どっかで魔力を使えるようになるみたいな、そんな感じのタイミングがあってもおかしくないと思うわけなんですよ。それこそ今まで溜め込まれていた魔力っていうのが実はどこかにあって、それを使えるようになるだったりとか、相手や味方とかの魔力を借りて自分の魔法を使えるようになるみたいな、そんな感じの展開があってもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思ったりするわけなんですよね。じゃあそもそもなんでこのアスタに魔力がないのかってなった時に、もちろん今ねアスタの母親であるリチタっていう存在が明らかになったことによって、リチタの体質が関係してるんじゃないのっていうふうにも考えられたりするわけじゃないですか。もちろんリチタっていうのが魔力を吸い取る体質があるっていうことで、その息子であるねアスタがリチタに魔力吸われたんじゃないのみたいなふうに思うわけじゃないですか。だからもちろんその可能性もあるわけなんですけど、もしこれでリチタに吸われていたとすれば、アスタは今魔力を持っていないとおかしいと思うわけなんですよ。どういうことかっていうと、魔力を吸われるとは言っても、元々あった魔力がなくなっていくわけじゃないんですよね。ヘンリーの体質を考えてみても、ヘンリーっていうのは魔力をみんなからもらって生きているわけじゃないですか。でもヘンリーに魔力を吸い取られた人って、そのまま魔力の量が減った状態で終わるのかって考えたら、そうじゃないわけじゃないですか。魔力が減っても元通りに回復していくわけなんですよね。つまり魔力っていうのは吸われたとしても時間が経てば回復していくわけなんですよ。っていうのを考えると、アスタがもしリチタに魔力を吸い取られていたとすれば、こんだけ時間が経っていれば自分の魔力っていうのは回復していないとおかしいわけなんですよね。でリチタといえば魔力だけじゃなく生命力も吸い取っていくわけじゃないですか。でこの生命力っていうところに関してはアスタってめちゃめちゃあるわけなんですよね。それこそ拾われた時ってめっちゃ元気だったわけじゃないですか。生命力が吸われていたとしても回復しているっていうことになるわけなんですよ。っていうのを考えると、生命力を回復するだけの十分な時間があった、つまり魔力を回復するにも十分な時間があったっていうふうに考える方がそれっぽいわけなんですよね。っていうのを考えたりすると、やはりアスタっていうのは一旦封印されていたんじゃないのかみたいなところに繋がってくるわけなんですよね。リチタが教会の前に置いた時からその日に拾われたのではなく、何年か封印されたことによって生命力は回復していった。でユノが捨てられた日にたまたまアスタの封印が解けたことによって同じ日に拾われたっていうような感じになってくると思うわけなんですよ。じゃあ魔力がなぜないのかっていうところなんですよ。これに関してはやはり人為的なものなのではないのかっていうふうに思うわけなんですよね。じゃあ誰がアスタの魔力を封印していったのかっていうと、リチタなんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。実際リチタの体質っていうのが魔力を吸い取るっていうものではあるわけなんですけど、やはりさっき言ったみたいに吸い取っただけであれば回復していないとおかしいわけなんですよね。でここから重要になってくるのが、リチタの体質ではなくリチタ自身の魔法なわけなんですよ。リチタの魔法って物を出し入れするっていうものではあるわけなんですが、それ以外に物を封印していくっていうこともできるわけじゃないですか。実際リーベっていうのはグリムワールの中に封印されていたわけなんですよね。でそれを誰がしたのかって考えると、リチタがしたわけじゃないですか。つまりそういう封印する魔法っていうのをリチタは持っているんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。実際リチタとリーベっていうのはリーベの魔力と生命力をリチタが吸い取らないからこそ一緒にいることができたわけじゃないですか。やはりそれっていうのはリーベが悪魔だったからこそっていうふうになるわけなんですけど、じゃあアスタをなぜ捨てたのかって考えた時に、自分の息子であるアスタの魔力とか生命力を自分の体質によって吸い取ってしまうから捨てたんじゃないのっていうふうにもつながってくるわけなんですけど、なんかそれは違う気がするわけなんですよね。このリチタの体質が判明したことによって、そこがなんかミスリードになってるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよ。実際魔力と生命力っていうのをアスタから吸い取ってしまう体質っていうのをリチタは持っているわけなんですけど、前々からアスタには悪魔とか魔人とかそういう血が流れてるんじゃないのかみたいな話をしているわけじゃないですか。悪魔の力っていうものがアスタ自身にあるのであれば、アスタから生命力とかを吸い取ることはできないと思うわけなんですよね。それってやはりリーベと同じわけじゃないですか。リーベっていうのは魔力がないからこそ魔力は吸われない、そして生命力はなぜか悪魔だから吸われないっていうようなことが言われていたわけなんですよね。でルチフェロのことを考えてみると、ルチフェロからは魔力を奪っていたわけなんですよ。つまり悪魔であっても魔力は奪うわけなんですよね。でも生命力は奪わないわけなんですよ。だからこそリチタと一緒に入れたわけじゃないですか。悪魔だから生命力
生命力は奪わない、そして魔力がないからこそ魔力も奪わないからリーベとは一緒に入れるっていう風になったわけなんですよね。それがあるからこそアスタの生命力を吸ってしまうから捨てたんじゃないのかっていう風に繋がってくるわけなんですけど、よくよく考えてみるとアスタっていうのは悪魔の子孫である可能性っていうのもあるわけなんですよ。つまりアスタが悪魔の血を引いている場合、アスタから生命力っていうのは奪われないわけなんですよね。そして魔力がない状態になればアスタとリチタっていうのは一緒にいることができたわけじゃないですか。っていうのを考えるとリチタっていうのがアスタの魔力を封じたんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。でもそれにはいろんな理由があると思うわけなんですよ。もちろんアスタと一緒にいるために封印していくっていうのも一つの方法だったとは思うわけなんですけど、これもだいぶ前に出した考察につながってくるわけなんですが、アスタの魔力を封じた人物がいて、その封じた理由っていうのがいつか来る戦いのためにアスタの魔力を溜め込ませるために封印したんじゃないのかっていう話をしているわけなんですよね。実際リチタがアスタの魔力を封じたことによって生命力も魔力も奪わないという状態になればアスタのことを捨てていないわけじゃないですか。だってそれをすることによって一緒にいることができるのであればアスタを捨てることはしなかったと思うわけなんですよね。実際リチタはアスタを捨てたことに対して悲しんでいるような描写があったわけじゃないですか。っていうのを考えると今この魔力を封印したことによって吸い取らない状態になったのになんで捨てたのっていうところにもつながってくるわけなんですよね。そこにはまた別の理由があると思うわけなんですよ。それこそアスタっていう存在が誰かに狙われていたんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。それこそアスタの父親に関係してくる部分なんじゃないかなっていうふうに思ったりするわけなんですよ。アスタの父親に関してはねまだ全く判明してないので、そちら側が悪魔に関係してる何かっていう可能性もあるし、もしかするとね父親が悪魔付きだったみたいな感じになればその何かの影響を受けてアスタに悪魔の血が流れてるだったりとか、父親自体が悪魔と人間のハーフだったみたいになればアスタにも悪魔の血が流れているってところに繋がってきたりするわけなんですよね。っていうのを考えると父親についている悪魔だったりとか、その父親に関係している悪魔っていうのがアスタを狙っていたっていうところにも繋がってきたりするわけなんですよね。でそれに対抗させるためにリチタっていうのが魔力を封じ込めていたっていう可能性も十分ある気がするわけなんですよね。もちろん最初はアスタと一緒にいるために魔力を封じていたっていう可能性は十分あると思うわけなんですよね。それによって多少の時間一緒にいたけどアスタが狙われてしまった。でも自分の魔法ではアスタは守ることができないわけじゃないですか。だってリチタの魔法ってね戦闘のための魔法じゃないので守ることができないってなったからこそアスタっていうのを逃がしてあげないといけないってなって教会の前に置いた。でも教会の前に置くだけやったらね、やはりその父親に関係している悪魔っていうのはすぐに見つけて連れ去ってしまうと思うわけなんですよね。じゃあそこと何がつながってくるかって考えるとアスタがどこかに封印されていたっていうところにつながってくるわけなんですよね。すぐに見つからないように教会の前に置いた時にアスタを一旦封印した。そして何年後かに封印が解けたことによってユノと同じ日に捨てられたことになったみたいな、そんな感じになればいろんなところがつながってくるわけなんですよ。アスタに魔力がない理由、そしてなぜリチタがアスタを捨てないといけなかったのかっていうところにつながってきたりするわけなんですよね。はい、ということで今回はアスタの魔力がないことについてお話をしました。ぜひねこれについて何かもとございましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネルボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。自分で切り開くんだってそれ